片足全部前回のホロライブ、誰かミコのこと守ってくれる人いませんか。ミコのこと、うわ、なにそれ、これめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいね。あ、これで加速だ、行くぞ。なんか勝手な気がしてきた。おしゃれですよ、はいどうぞ、いつもの場所から元気に、うっくそ、でかいよこれ、うわっ、みんな玉、あ待って、みんな玉、これみんな玉、みんな、もうなんでなんでよー、うわー、なんでなんで、うわー、乗せろ、あとさ、ヤングジャンプとホロライブコラボしてさ、コスプレしてんの
の見た？ねえ、みんな見た？ヤングジャンプがさ、ホロライブサマーでさ、水着でさ、みんながさ、コスプレでさ、あれ見たときさ、胸でかい人しかいないじゃないかって思いませんでした？ねえ、思いませんでした？ホロライブの中で、こうやって、こうやってさ、差ができているんだよ。胸の大きさでも、すでにセンターはノエルですよ。はい、もうでかいでしょ。で、周りを見てくださいよ。でかいんですよ。一番ちっちゃくて白髪吹雪なんだよ。ここに貧乳はいないんだ。祭りもいないし、星町もいないし、塩もいない。なんで、あれグローストーンが奪われようとしてるねねの。どうやんのあれ。坂本がねねの。おい、もうこの下にマグマ引いてやる。ちょっとどうするか見てようよ、これ。何するつもりなの。全然戦うけど。足スケスケになっちゃったよ。戦うが、え、なんか大丈夫あれ、帰ってくるの。いや、でもパリンパリン言ってるけど、多分使いたいんでしょ。見てる。あ、いいね。やれ、ポルカ行け。あ、逃げた。あいつエリトラ持ってる。逃げました。あいつエリトラ持ってる。ねえのグローストーン。あいつエリトラ持ってる。え、このもしかしてこの左腕、左足たち、もしかして坂本が持ってったのこれ。片足全部。それは災難でしたね。第1試合、エアホッケーレリゴー。レリゴー。いや、さっきのあの将棋の戦い見てたら絶対負ける気がしないよ。ちょっと待って。え、おかゆ、あ、ちょっと待って、ずるい。え、おかゆ先輩の将棋、なんでうまいの。そう。え、でも難しいだ。むずいの、この、ホッケー、むずくね。ちょっと待って。前に進めれない。待って。ほら、うん、いけるぞ。逆転いけるぞ。オッケー。危ない。オープン、ここ。やばーやばいやばい。オープンするわ。あれ、やばい。ホッケーで勝たせて、あ、いただこうかな。やばい、同点まで来てる。まだやばい、落ち着いて。ポイントです、ペコナ。はい、オッケー。オッケー。ちょっと待って、ゴールガン守りするぞ。オッケー。